どうもショーマルセブンでございます。今回はですね、まあニューキャッスルっていう、まあ、新キャラがシーズン13で出るんですけどもね、まあ、強いのかどうか、まあ、ちょっとね、まあ、考察していこうと思います。ではまずはチャンネル登録よろしくスタート。はい、ありますよ。ね、今ね、ニューキャッスルがリークされてるね、能力ですね。これが、蘇生ですね。これがパッシブですね。ダウンした味方を引きずり復活する間、復活の盾で保護する。まあこれがね、まあ、運ぶだけなのか、このまま蘇生できるのはちょっと分からないんですけども、運ぶだけだったらクソ雑魚ですね。間違いなく。もうその時点使われないですね。まあ、それとね、もしシールドを貼りながら蘇生ができるんだったら、これはね、昔のライフラインですね。リバイブシールド貼りながら蘇生できたんですよ、ライフラインって。まあ、そんな感じの使い方になるんですけれども、やっぱダウン前提の能力なので、まあまあ微妙かなという感じはあります。まあダウン時にしか使えないというところもありますし。こちらリークされた動画なんですけども、モバイルシールドっていう戦術アビリティですね。制御可能なドローンを投げ、移動するエネルギーシールドを作成する。うん。で、ダメージが入らない。まあ、今のところリークでは、盾が壊れない仕様になってる感じですかね。でね、なんか指定した場所にシールドが行く感じですね。まあ、これ自体はね、相当強いと思います。まあ、この動画の通りだったらね、壊れない盾をいつまでも貼れるわけですからね。ただね、ジブドームと違うところが、まあ前方しか守れないって話ですかね。まあ上や横がガラ空きっていう話ですかね。まあジブドームに関して言うんだったら、まあ上下横後ろ、まあ全方位ね、守ることができますね。まあ秒数指定はありますけれども。ただニューキャッスルの場合、まあこのままの状態だとね、まあグレが防げない。あとジブの空爆とかもね、防げません。まあ使えるとすれば戦闘時に前に出してそのまま詰めるとか。あとできるかわかんないですけども、まあ移動時に全員シールドの裏に隠れて、ピン刺しながら移動するって話ですかね。ドローンを動かして。まあそんな感じの使い方できるんじゃないかと思います。で次にウルトラですね。まあ、ウルトラね、指定した場所にドッサーンでシールド展開します。これがウルトラですね。キャッスルウォール。ターゲットまたは味方のエリアに跳躍して要塞の拠点を作成するって話ですね。で、こちらのウルトラの盾なんですけども、ダメージがありますね。まあ結構硬そう。うん。まあ800ぐらいありそうですね。あ、ここに対して800なのか。つまり、まあ3枚あるとしたら2400。ある可能性はありますね。あとここの小さいところにもね、体力がありそうですね。まあ使い方は、まあ出して本当に守る感じですかね。まあ、バルキリー飛んで、その後出すとか、ポータル入った直後に出すとか、ただ展開時間がちょっとジブドームより全然遅いのでね、まあ、展開するまで死んじゃうかもしれないですけども、まあそういう使い方はできそうですね。あと遮蔽利用して、まあ、戦うとか、まあ、そんな感じになりそうですね。まあ、ただこれも、ね、まあ、見たらわかるんですけども、グレーを防げないですね。上が空いてるんで。あと、ジブの空爆とかも防げませんね。まあ、こうなると、やっぱりね、ジブの方が使い勝手がいいんですよね。で、ジブと、まあ、ニューキャッスルの、まあ、違いですかね。まあ、これ見た感じだと、やっぱりジブの方がね、攻めも使いやすい。っていうのはね、よくわかると思います。まあ、ニューキャッスルの基本守り、まあ、アビリティだけちょっと攻めで使えそうかなっていうぐらいはありますけれども、まあ、ジブドームに比べたら全然、ないかなと思いますね。詰めるときとかも、ジブドームパーって前で出せばね、詰めれちゃうんで、まあそういった点もあって、ジブドームの方が、まあ使いやすいとは思います。まあカジュアルや、まあランク目線で見ると、まあちょっと使用されないのかなと思います。まあランクもジブ全然いませんけれども、まあ消えそうなキャラクターではあります。今のところね、よほど守りが強いとか、そのアビリティ一生盾が壊れないとか、まあそういう感じだったら、もしかしたら使えるかもしれないですけども、まあ現状ちょっと狭いし難しいのかなと思います。あとはジブとの違いなんですけど、まあ先ほど今攻めも使えるって言ったんですけど、ジブは振り星になった時にね、覆せないんですよね、このキャラ。おそらくなんですけども、ジブって空爆入れてドーム出せば、まあなんとか敵のいるところぐらいまでいけたりするんですけども、このキャラ多分それができないんですよね。もう振り星に入ったら振り星のまま、まあそのまま死んじゃう感じだと思います。まあもう覆せないって話ですね、このキャラでは。ジブの方がもうパワーもあるし、まあ、守りも強いしって感じですよね、本当に。まあ、いろいろ語りましたけども、まあ、結論としては、まあ、ジブの方が強いかなって思いますね。で、まあ、今のところね、まあ、ジブの弱体化は入らないそうなので、まあ、ジブの方が強いと思います。まあ、これも予想なんですけども、まあ、競技シーンもね、まあ、ジブにはさすがに勝てないだろうと思いますね。まあ、このキャラが流行ってるんだったら、ランパートが流行ってるかなと僕は思います。はい、じゃあ今日の動画は以上でございます。何か意見や質問がございましたらコメント欄くださいで、お疲れチャンス。
Thank you.